金正筆、金正筆、金正平。1926年、大正15年1月7日から2018年6月23日は、大韓民国の政治家。中世南道府与軍出身。本願は、金海金氏。号は雲には、雲女王。略称は、JP。金四様、YS。金大中、DJ と共に。 韓国政治史上に参勤時代を築いた。35歳だった1961年に5.16、軍事クーデターを、牧政紀と共に主導し、牧政紀政権誕生の立役者となった。以降、牧政紀政権で、初代中央情報部、KCIA 長、国務総理、首相など要職を歴任。1979年の北世紀暗殺以降は、議会政党指導者として、 有力政治家であり続けた。1997年には、僕世紀の最大の政敵であった、近代中との連合、により大統領選挙での近代中の当選に貢献し、翌1998年に発足した近代中政権で、再び首相を務めた。政治姿勢は、自らの主義主張を前面に出していくタイプではなく、韓国の政治家としては、 珍しい和を重視する調整型タイプの政治家であり、内外両面で大きく揺れた九百六十年代から九百九十年代の韓国政治において、内外面において、重鎮として戦闘に立ち問題の鎮静化に積極的に動いた。朴正騎政権、金ヨンサム政権、金大中政権の誕生に大きく貢献し、朴正騎政権と金大中政権では、 首相、金四三政権では、与党の党首を務めたが、自らは大統領になることはなかった。このため、永遠の二人誌、ナンバーに、キングメーカーと呼ばれた。また、出身地の中西土地域、特に、大田、中西南道に強い影響力を持ったことから、中西の名手と呼ばれた。1926年1月7日、中西南道不与軍と山面番橋里で生まれる。 現在の付与小学校、甲州中学校、甲州高校を卒業。妻は、僕世紀の名、僕英玉、白四国。愛称は、JPK、韓国のマスコミが JFK をもじってつけたもの。子供の頃は、大の読書好きで、特に、菊池博士の小説が好きだったという。そのことから、一時は、日本の中央大学への進学を志して、 1944年に単身日本へ渡ったが、日本は戦況の悪化に伴う深刻な食糧不足に苛なまれており、どうせ死ぬなら故郷で死にたいと、朝鮮半島へ戻り、ソウル大学へ進学したというエピソードがある。首相時代から地日派として知られ、日韓議員連盟の役員を長期間務め、日韓基本条約締結に尽力するなど、 日韓関係の修繕了化に努めた。日韓基本条約締結の際には反対運動を展開する学生グループと直接話し合いの場を持ち、今は過去の問題よりこれからの成長の方が重要である。そのためには日本の援助が必要だと説いて学生からも一目置かれたという逸話もある。しかし、金自身も後年のインタビューで対日請求権の放棄については、 やむを得なかったと述べている。引退後の講演で大好きな日本と韓国の政治家としては、異例の新日的な発言をしているが、同じ講演で靖国神社参拝を批判してもいる。安易に新日、反日でくくることのできない人物である。在日韓国人問題では、2世、3世は日本国籍を取得すべきだと日本の右派の月刊誌である諸君。 1980年4月号のインタビューで発言主義をかしたことがある。同記事では、日本は原爆を落とされたから、ソビエトの画像にならずに済んだという見解を示し、また、朝鮮民主主義人民共和国は自由とはほど遠い。日本の人はもし行けば3日と持たないんじゃないか。離散家族にも会わせてもらえないと当時の日本では、異例の北朝鮮批判を行い注目を集めてもいる。 2004年総選挙で落選後、政界を引退した。しかし、2007年大統領選挙では、リ昭キヒロ候補指示を表明、半奈良党に入党し、名誉顧問に就任した。2008年12月14日に、頭痛の症状を訴えて、ソウル市内の病院に入院し、12月19日に、脳卒中の初期症状と発表された。翌2009年3月12日に退院した。 2012年2月15日、ハンナラ党が透明変更して発足した、セヌリ党を離党する意向を示した。青山学院大学から名誉博士号、国際政治学の称号を授与されている。2015年5月、金小筆は学生時代に安婦として、朝鮮の妹が強制連行されるのを直接目撃したと、中央日報にて証言し、2001年に、 日本に訪問した際には、読売新聞の渡辺津美夫社長、産経新聞に抗議し、朝日新聞には、日本の歴史外局を伝えたと証言している。2016年、陸軍士官学校総動総会の、今年の誇らしい陸軍士官学校人賞を受賞する。僕世紀と共に5.16軍事クーデターを主導し、僕世紀政権で首相などの要職を務めたが、 二人の関係は必ずしも良好だったわけではなく、自らの権力を奪われることを恐れた、牧世紀から常に疑わ、牽制を受けていたという。自身の妻の牧英玉、牧世紀の兄、牧将、広氏の娘の義理のおばで、牧世紀大統領夫人だった、陸英秀、牧金恵の母について、金は、 アメリカの不評学校に留学した時に出産した、僕久し玉の食事も陸は準備なかった。それで、金はアメリカからわざわざ戻ってきて、大騒ぎをして、自分はご飯を食べておきながら、子供を産んでお腹を空かせている産婦にそんな仕打ちをするのかと強く言ったの対して陸は一言も言えなかった。金は他人に対する配慮がないと述べ、人を上辺だけを見て解釈すると100回だろうと見誤ると、 警告した。2016年11月に、チェスンシル国政介入で下付け騒ぎになった、牧金恵大統領について、牧金恵の父、牧正紀は弱くて、疑い深い人で、母である陸は慈悲深い国母というイメージがあるが、それは作られたもので実際にはよく深く人のあり、ガタミを知らない女性であり、二人の娘の牧金恵は、 両親から悪いところばかりを受け継いだから我が強く、頑固さがあると批判し、私の話を全く聞こうとしない。彼女は死んでも辞任しないだろう。あの我の強さは誰にも、どうしようもない、誰が何を言っても無駄だ。五千万の国民が押し寄せて、お前なんか大統領じゃない、やめろ。と言っても、大統領の地位に居座るだろう。一度言い出したら誰も止められないと述べた。 金京消の予言通り、北京恵みは自ら下野することはなく、2017年3月10日に憲法裁判所の弾劾決定で大統領職を罷免され、同月31日に逮捕された。米国務省外交文書によれば、1962年10月の中央情報部長時代に日韓国交正常化交渉に向けての大平正義外相との会談で、竹島、 島根県の領有権問題に関し、金正筆は日本側の国際司法裁判所への付託を拒否した上で日本側に独当問題の解決策として独当の破壊、爆破を提案した。金正筆中央情報部長は東京での池田早人総理及び太平外相との会談後、訪米へ。1962年10月29日のディーン・ロスク。 国務長官との会談において、ロスク長官が、徳島は何に使われているのか、問うたところ、金部長は、カモメが糞をしているだけと答え、独島破壊案を自分が、日本側に提案したと明かした。後に、韓国国内でこの、独島爆破論が問題視された時には、金消失自由民主連合総裁は、日本には、絶対に徳島を渡すことはできないという意思の、 表現だったと弁明している。また2010年の朝鮮日報の取材に対して、金賞筆は国際司法裁判所で、日本のものだという判決が出ても、すべてを爆破してなくしてしまってでも、あなたたちの手に渡すつもりはないと月構してことしたと回想しているが、これは、米国務省外交文書集、東北アジア1961-1963、収録関連会談記録の様子とは、 趣が異なる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。